札幌市水道局が設置する緊急貯水槽、給水所札幌市水道局は、北海道札幌市への浄水の給水を行う、札幌市の経営する地方公営企業である。マスコットキャラクターはオッピー。浄水場は以下の通り。白川浄水場、萌岩浄水場は、近代水道1 0 0 0に選定されている。 排水池排水池は浄水場で作った水道水を一時的に貯めておく大きな池である。日中と深夜など時間的に増減する水の使用量と浄水場から送られる水量との差を調整すると同時に適正な水圧を保って安定した給水を行う機能を持った水道水をストックする。以下の大規模な排水池がありこれらに蓄えられた。 水道水は、排水管により各給水区域へと送られる。萌岩排水池、平木市排水池、清田排水池、西部排水池、ポンプ場排水池からの自然流下で、給水できない高台地区には、標高に応じて、ポンプ場や航空排水池を建設し、ポンプ用水により給水することで、その需要に応えている。平成20年度の経営状況は、以下の通り、 総務課、財務企画課、営業課、料金センター計画課、工事課、給水課、施設管理課、排水センター、排水管理事務所、浄水場、水質試験所平成26年度。東京都と、政令指定都市のうち、県営水道から給水する千葉市、相模原市、HP で指標を公表していない、熊本市を除く18事業体で比較。 ありがとうございます。